SCP-309JP はインフハザードです。本報告書に記載されている追加情報は収容に関わる職員以外には極秘とします。追加情報の閲覧が収容違反を起こしうることに留意してください。SCP-309JP の追加情報を B クラス以上の職員が閲覧することは禁止されています。アイテム番号、SCP-309JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現在、SCP-309JP の完全な収容は困難です。民間人の居住地域で SCP-309JP の収容違反が発生した場合、プロトコル、大廃芸術を発動させてください。SCP-309JP はセクター8105に設けられた 90cm×60cm×10cm、厚さ 2.5cm の鋼鉄製コンテナに緩衝材に包まれた状態で収容されています。許可がない限りコンテナの開封は行わないでください。収容違反が発生するリスクが存在することから、SCP-309JP 及び SCP-309JP2 の外観に関する情報に接触した職員に対して記憶処理を施すことは禁じられています。SCP-309JP の収容に関わった職員を転属させる場合は、記憶処理が行われる可能性の低い部署へと転属させてください。記憶処理が必要な事態が発生した場合、当該職員は終了されます。許可されていない職員が SCP-309JP 及び SCP-309JP2 の外観に関する情報に接触した場合は処分の対象となります。収容違反によって SCP-309JP2 が出現した場合、SCP-309JP2 を視認可能な範囲から全ての人員を退去させた上で処理を行います。民間人に SCP-309JP2 が暴露した場合、さらなる収容違反の発生を防ぐために終了することが許可されています。説明。SCP-309JP は 80cm×50cm の黒地に赤色の絵の具で模様が描かれた油絵です。キャンバスの裏側の隅には英語で、忘れるな、と表側のものと同じ赤色の絵の具で書かれています。キャンパスや絵の具、顔料に特異性は見られませんが、絵の具と顔料には有毒な化学物質であるヒ素化合物及びカドミウム化合物、セレン化合物が高い濃度で含まれています。また、絵の具と顔料からは人間の体組織、骨、血液、編集済みが検出されており、検査の結果いずれも同一人物のものであることが判明しています。検出されたサンプルの遺伝子と合致する人物は現時点では確認できていません。調査により、検出されたサンプルの遺伝子と合致する人物が判明しています。詳細はホイニを参照してください。アクセス記録中。SCP-309JP には黒地に赤い絵の具で3つの菱形を V 字型に並べた模様が描かれており、中央の図形の中にはプロビデンスの目と推測される目の模様が描かれています。模様を構成する諸要素はキリスト教的モチーフを示唆しているものと推測されています。SCP-309JP 及び SCP-309JP2 の外観に関する情報に暴露した人物。SCP-309JP1 にして、が SCP-309JP 及び SCP-309JP2 の外観に関する記憶を忘却すると SCP-309JP は活性化し、SCP-309JP2 に指定される実体が SCP-309JP1 の体表に出現します。SCP-309JP2 は SCP-309JP に描かれたものと同じ模様で、使用されている絵の具と顔料も同一です。出現開始後、およそ5秒に1つのペースで新たな SCP-309JP2 がすでに体表に存在する SCP-309JP2 に重ならない位置、大きさで出現します。体表の SCP-309JP2 の増加に伴い、
絵の具及び顔料に含まれる有毒物質によって SCP-309-JP-1 は急性中毒に陥り、最終的に自己終了します。SCP-309-JP-1 の終了後、SCP-309-JP-2 の出現は停止します。現時点では SCP-309-JP-1 を終了する以外で SCP-309-JP-2 の出現を停止させる方法は発見されていません。SCP-309-JP は1988年、月、美に、県、市のギャラリーで、ギャラリーの所有者である美術商、市の異様な変死体が発見されたことをきっかけとして財団の注目を引きました。現場に設置されていた監視カメラに、市の体表に SCP-309-JP-2 が出現し同氏が死亡するまでの映像が残されていたことから、エージェントの捜索によりギャラリーの倉庫から SCP-309-JP-2 が発見され、その後収容されました。関係者、目撃者にはクラス B の記憶処理が施されましたが、その際に SCP-309-JP-2 が出現、目の死者、終了対象者を出しました。閉じる、実験記録 309JP-1、日付1988年、月、日。対象、B-309JP-1、実施方法、SCP-309JP-2 の裏面のみを暴露させた後、クラス B の記憶処理を施す。結果、異常なし、分析。裏面の外観に関する記憶は SCP-309-JP の活性化には関係ないようだ。実験記録 309JP-2 日付1988年月日対象 B-309JP-1 実施方法 SCP-309-JP を正面から撮影した写真に暴露させた後クラス B の記憶処理を施す結果SCP-309-JP-2 が額を支点として出現。B-309-JP-1 は終了された。分析。写真であっても活性化の条件を満たすようだ。実験記録 309JP-3 日付1988年月日対象 B-309JP-2 実施方法SCP-309-JP を正面から撮影した映像に暴露させた後、クラス B の記憶処理を施す。結果、SCP-309-JP-2 が左方を視点として出現。B-309-JP-2 は終了された。分析、写真と同じく、映像に暴露しても活性化の条件を満たすようだ。実験記録 309JP-4日付1988年、月、日。対象、B-309JP-3、実施方法、SCP-309JP について、80cm、X、50cm の、模様が描かれた油絵、であると説明した後、クラス B の記憶処理を施す。結果、異常なし、分析。外観についての情報が少なすぎると活性化の条件を満たさないと考えられる。実験記録 309JP-5 日付1988年月日対象 B-309JP-3 実施方法 SCP-309JP の外観について詳細な説明を行った後クラス B の記憶処理を施す結果SCP-309JP-2 が右手の兜を支点として出現。B-309JP-3 は終了された。分析。外観に関する詳細な情報に接触した場合は活性化の条件を満たすようだ。実験記録 309JP-6 日付1988年月日対象 B-309JP-4 実施方法 B-309JP-3 に出現した SCP-309JP-2 に暴露させた後
クラス B の記憶処理を施す。結果、SCP-309-JP。2が左手のひらを支点として出現。B-309-JP。4は終了された。分析。SCP-309-JP。2に関する記憶を忘却することも活性化の条件を満たすようだ。実験記録 309-JP。7。日付1988年。月。日。対象。B-309-JP。5。実施方法。SCP-309-JP に暴露させた後。終了する。結果。異常なし。分析。SCP-309-JP。1が死亡した場合は活性化の条件を満たさないようだ。生きている人間に忘却されることが活性化の条件である可能性がある。ポイ1。SCP-309-JP は収容されてから2000年月までの間に、回、収容違反を引き起こしており、これまでに、名の死者、名の終了対象者を出しています。SCP-309-JP が、死の手に渡ってから収容されるまでの間に民間人に暴露した可能性が高く、さらなる収容違反が発生する可能性が指摘されています。ポイ2、財団の調査により、1980年に失踪した芸術家、死の遺伝子情報が SCP-309-JP から検出されたサンプルと合致しました。さらなる調査により、SCP-309-JP は同志によって制作され、後に、死へと譲渡された可能性が高いと推定されています。詳細については資料 309-JP、A 及び 309-JP、B を参照してください。閉じる以下はエージェントにより回収された、死の日記から SCP-309-JP に関係すると思われる部分を抜粋したものです。1987年9月、日、の奴が突然ギャラリーを訪れ、引き取ってくれと絵を置いていった。年前にあいつが麻薬に手を出して捕まって以来の再会だったが、その変わりようにはゾッとした。まるで死人だ。絵も昔の作品とはまるで違う。薄気味が悪くてギャラリーに展示などとてもできない。常連の物好きたちに商談ついでに見せるのがせいぜいだろう。以下は、死の元住居と推測される、県、市郊外の山中の廃墟から回収された日記から SCP-309-JP に関係すると思われる部分を抜粋したものです。1986年11月、日、思い浮かばない、何もかも、名だたる名画は人々の魂に刻み込まれ、生き続ける。獄中にあってそれらを忘れなかった私が証人だ。だが私の作品はどうだ。一時どれだけもてはやされようと、上っ面の記憶としてわずかな間留め置かれるだけで時と共に風化して消えてゆく程度に過ぎない。薬物は私に霊感などもたらしてくれなかったし、獄中での経験は無意であった。以下、無関係な内容のため省略。1987年3月、日、小手先の技が何になる。単純化し、モチーフを散りばめ、視覚的に映える色彩を配する。名画というのはそんなさまつな技法を超えた何かがあるからこそ、今も歴史に生き続けているのだ。さかしい手段に終始している時点で私など、以下、文字が乱れており判読不能。1987年6月、日、すべてをかける。もう私にはそれしかない。才能も気力も残されていないのだ。差し出せるのはそれだけだ。足りないものをそれで埋め合わせられるかはわからないが、もうそれしかないと確信した。1987年8月、日、完成した。すべてを出し切った。あとは誰か真の置ける相手にこれを託すだけだ。もう私にはこの作品を世に送り出す余裕は残されていない。根が湧くば我が遺作が人々の魂にまで刻み込まれんことを。